いよいよ2トン近いキャビンと基礎との合体。前方が見えないフォークリフトを自在に操る安藤さん。わずかな上り斜面と柔らかい地面が行く手を阻み、前輪が空回り。残念ながら今回は諦め、地面が乾ききるのを待つこととなりました。